さて城下町帰ってきました。ごめんねルナちゃん、ちょっと海岸行きたいと思うんだけど、また町の様子を見てから行こうと思います。ごめんねルナちゃん。で、そう、火のエレメント、炎のエレメントが城下町でも拾えると思うので、それも取っていきましょう。ブルブルブル、なんでこんなに寒いんだろう。寒いと外の見張りは厳しいな。なんか鎧とかさ、キンキンに冷えそうだよね。鎧を見るか。多分家の中にね、一個ずつは絶対入ってると思うんですよ、エレメントがね。暖炉の近くとか見にくいんだ。しかし音がするんだけども、どこだろう。あ、そういや、ここのお二人帰れたからいないね。あった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 。変えとくか。紛らわしいんだ。火風にしとこ。仕事が終わって町に来たものの、息子たちがどこにもおらんのです。あ、一体どこに行ったのよ。そういや、いなかった、村に。入れ違い、あんな一本道なのに。おい、一体どこに行ったんじゃ。わしは心細いぞ。息子よじいさん、よくわかんない仕事をね。こんな入れ違いあるか。あったたた。あ、イエーイ、30個かな。あ、60だ、60。よし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 、炎のエレメントが60個になりました。おじいさん、でもよく来れたな、あんなに。申し訳ない申し訳ない。さて、どうやって待っていこうかな。ちっこからいっか。お、さささ寒いですね。海に行くんですか。風邪ひいちゃいますよ。海はもっと寒いですよ。ああ、そうなのか。回復しとこ。あとでいいんだ、あとでセーブするからやっときゃいいのに、その時。ごめんごめん。ふう、どうしたんでしょうね、突然のこの寒さは。ふうふう、寒いですわね。ここも暖炉がありそうだ。どこだどこだ。この寒さで乾燥しちゃって、ホコリがやたら多くなっちゃって、暖炉の灰の処理も大変だわ。それにしても寒いわね。おおおおお、暖炉がある。あったたった、よし。ここ2階だったっけ。あったたった。家の中なのに白い木が。寒そうだな。ここ、何もないんだっけ。学校とか上は後で見るかな。向こうに突っ立ってるおじさんが気になるけど、ちょっと待ってね。暖炉暖炉暖炉。あ、おじいさん。あ、暖炉暖炉。ごめんね、先にこれを。おじいさんにこれ渡せる気がする。およよよ、ちっとも見えんわ。さっきまではっきり見えとったんじゃが、どうしたことじゃろう。で、上のメガネを使うと思いきやですよ。虫メガネを持っているけど。はい、これあげましょう。これ。おー、すまんの。お礼じゃん。何くれんの？ん？腕輪をもらった。変なのもらったぞ。多分、はっきり見えるぞ。これで小さな字もバッチリじゃ。あれ、真っ白じゃぞ。
あ、いやいやいや、いかんいかん、寒さで虫眼鏡が曇っとった。きちんと磨かねば。そっかそっか、でもはっきり見えるぞ、よかったね。はい、というわけでですね、腕は過去ナットらしいです。腕はじゃないよね、これレジにつけるやつだそうです。結構大きそうだな。でもまた何かこう必要な人がいるかもしれないから渡しましょう。またおばあさん、あら王子様、寒い中どこかにお出かけですか。風邪のお召しにならないでくださいね。病気には気をつけてくださいね王子様。マルコの顔が怖い。気になるおじさんね。怪しいな。ゲゲー、しまった。財布も持ったし、カミさんも先に食堂に行かせたのに場所の地図を持ってくるの忘れた。地図がないと場所がわからないよ。もしかしてカミさんもまた家まで戻ってこなきゃ。早く家に帰って地図を持ってこなきゃ。大変だなこいつ。よしよしよし、寒そう。兵士ちょっと大工さんの家を。大大家のやつ、猫を飼ってるなんて。足があれほど猫は家の中で入れるなって言ったのに。それにしてもこの寒さ、さすがの足の家でも防ぎきれないほどの寒さだね。あ、いいんだろう。でも猫は寒さをしのぐための家の工夫をなんとか考えねえといけねえな。はい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 。でそこまで怒んなかったの、思ってたより。イエーじゃないか。暗い暗い。あーちょっと視点がやばい。これはあったかいのはなさそうですね。武器とかは変わってるかな。売ってるやつ、家の中でも寒そう。本当に寒いね。兵士の剣、革の服、サレサンダル、体力リング、ツボマッサ。あ、こういうのが売られてきたか。ツボマッサ、アロマセット、いい匂い、落ち着くな、 MP が少しずつ回復するよとかか。そうかそうかそうか、ちょっと後で考えよう。どっかで手に入る気がする。ここはないね。店はエレメントないか。おじさんどこ行っちゃうの。おじさんおじさん、やあやあおじさま、こんなに寒いと運動もでもしなくちゃやってられないね。ほいさっさ、ほいさっさ、エサほいさっさ、ほいさっさ。俺って躍動感あるな。怪しい怪しいよ。ありそうだぞ。あったあった、イエーイ。なんだか寒いですね王子様、冬でもないというのに寒いですね。本当に見にくい。あれ子供たちは、やばい、ケイト玉違うか、なんだろうこれ、ボール、ボールか、なんだろう。
また見られてんのかな。いやーラブレターもらっちゃった。ふふふふ、そんなに嬉しいか。あいつだろどうせ。ちょっと後で話しかけよう。あいつひもとひもと、こう寒いと猫のあったかい毛皮の手触りをつい思い出してしまいますわ。暖炉の前で猫を膝に抱いてうとうとと居眠りする、そんな生活が送りたいですわ。それいいね。王子様猫は可愛がってやってくださいね。猫がいいか。でもにゃんこはあったかそうでいいよね。猫嫌いなのは大家さんじゃなくって家を建てた職人さんなんだって。こうなったら職人さんの家に猫をいっぱい放り込んで、いじでも猫好きに変えてやる。私おばあちゃんのために断固として戦うわ。絶対に猫を飼ってみせるわ。頑張って。最悪、いっぱい猫投げ込まれたりとか。嫌ってる人にとってはもう最悪だよね。こっち入ろう。あった。もういい加減にしてよ。毎日毎日この店で食事。たまには他の店へも行きたいわ。怒っちゃった。あ、運ばれちゃう、運ばれちゃう。みんな、しんさんの料理は季節に応じた食材を使っているから体にとてもいいんだよね。へえ。あ、忙しい忙しい。ここどうなるんだ。何言ってんの。大体お前が料理下手だからこうして毎日外食なんじゃないか。正直に言っちゃった。この店が一番安くてうまいんだ。もうやだ、この店飽きたわ。こんなに寒い日は暖かくて栄養のある料理で元気にならなくちゃね。陳さんのメニューは体も胃袋もポカポカになるよね。いいなあ、れ美味しそう。肉かな、あれ美味しそうじゃない。いいな、俺なんかああやって喧嘩する相手も嫌しないのに。切ない切ない。いいなあ。壊れちゃった。あれれれ。軽いんだよ。あ、君お前いい感じだったな。うふうふ。やった、ついにラブレターを渡したぞ。早く返事が来ないかな。なんか見て、ご飯美味しそうじゃないあれ。お前よりちょっとご飯が気になる。ご飯が見たいから話しかけちゃうわ。じゃあ上行こうかな。あ、ここもありそう。外が寒かろうがなんだろうが俺のハートと体はいつもポカポカ。みんなここのお酒のせいだけどな。酒は百薬の長だぜ。ひっくり、あったあったあった。あ、また王子様。なんだか寒いものですからちょっと体を温めて仕事に戻ろうかと。そのわあ、ごめんなさい、本当はサボってました。お前いつ戻るんだ本当に。いや王子様、こう寒いとお酒を飲んで体を芯から温めたくなるよね。あ、でも王子様まだダメだよ。もう少し大人になってからおいでね。はい。あった。よし。出口出口。あっちか。これが話しかけてないな。ボロクロイスがこんなに寒いのなんて私初めて見ましたよ。何か不思議な気がしますね。あれ、そっか、若いからか。経験してないか前回。それにしても寒いな。さっきまで暑いと思ったら今度はこの寒さ、おかしなお天気ですわね。暑くなったり寒くなったりおかしな天気ですわね。
おお寒い、どうしてこんなに寒いんだろうね。暖炉の薪を買ってこなくちゃ。困ったもんだよ。何か上に着なくちゃ寒くて大変だけど、武器屋さんには上着は売ってないのよね。そうだね。早く家に帰ろうと。これも買い足さないな結局。都合し針線、まあ、万能薬売ってるけど、うん、ありがとう。さて、あ、おじいさん話しかけたっけ。この寒さはジジイには答えるわい。せっかく美味しいご飯を食べたのに、スコビ、早く家帰ってくれ。寒いの。みんな寒いのに外出てるよな、よく。お、お、お、あった。あった。あー、運ばれる、運ばれる。キー、こうなったら親方と徹底対抗、徹底抗戦してやるぞ。絶対家で猫が飼えるようにしてやる。寒い日は猫が一番なんだ。そんなに。あの親方の家に猫を大量に放り込んでやる。みんなみんな放り込もうとしてる。うわうわ。大事件だぞこれ。すごいことになりそうだ。変なとこ取っちゃった。お、これはなんだ次。やはり人生とは友人だの、仲の良い友人を持つことじゃ。いろいろな人に出会い、仲の良い友人になる。そうすれば逃げ道も開ける。そう、そのためには呼び方が大事じゃ。お主は友達を何と呼ぶのじゃ。なんだろう。あ、そっか。くーん。そういうことね。友達はくんづけとな、犬なのに継承づけとは、お主も結構やるの。これちょっと無理あるな。ちょっと今回無理ありますね。寒いのに売ってるよ。ほほ、これが滝根村のパンか。またまたパンの話ね。滝根村の名産品の数々はいかがですか。これ滝根村の人なんかな、仕入れてんのかな、うちから。うーん、できなかった。君も話しかけたよね。そしたら上に登って寒そう。エレメントはないと。学校はなかったかな。外は寒いというのに子供たちは元気に遊び回ってますよ。本当に？いなかったよ。王子様も元気そうで、やっぱり健康元気が一番ですな。うちの生徒にも王子様を見習おうといつも教えているんですよ。ほいほい。え、お日様が昇るのが西で、いやいや、それは違うよな。なんだなんだなんだ。お勉強中か、あいつ。先生はうまく授業をやっているでしょうか。いや、ちょっと微妙な気がするよ。微妙な気がします。すごいな。向きが、あ、猫の尻尾のことだったら同じか。
ずっとテストやってんだけど。猫のおひげの問題と、あの子相当熱烈な愛ね。あの子のことを見ちゃうよ。読んでくれたかな。夏は暑く外は寒い、違う、夏は暑く冬は寒い、それは地球に対する太陽の位置が季節によって変わるからです。季節って短いんだな。みんなひどいや、僕のは読んだのに自分のは見せてくれないんだ。早くラブレター来ないかな。全然もう元気だけど、和の空だな結構。ああ向きわかんなくなる。真上通んのやめて。本当に。にゃんこが寒そう。ペロペロペロ。本当だ、寒そうだな。でも凄い、ここでも好き。酔っ払い心配しちゃうな。ヘックソン、この上を吹きさらして寒いな。家をここに建てるのやめようかな。だここ無理だって。ブルブルブル、酔っ払い。ヘックソン、ウィー。終わり。風邪ひいちゃうよ。はい、というわけで寒い中ですけれども、クイズですね。クイズタイム。いや寒いですね、おじさま。では行きましょうか。子供は風の子ですよ。急すぎる、急すぎる。風といえばお城にある風車の羽は何枚でしたっけ。風車はこれ3枚じゃなくて4枚ですね。後で確認しますか。これ4枚です。よく見てますね。では滝根村にいない動物は何でしょう。ウサギがいなかったです。ウサギです。ピンポーン。あと次はサービス問題です。なフローネルの森にいるレオナさん、薪は何で割っていましたか。空手チョップ。怖い怖い怖い。さすがに斧ですね。さすがに斧だわ。さすがです、おじさま。全問正解ですよ。やはり知恵と勇気は重要ですよね。商品としておじにはこれをどうぞ。おお、虹色の玉だ。いいね。これまたあれだね、セーブ&ロードしていっぱい貯めたいけど。いっか。さて、寒い中あいつはどうしているんでしょうか。おー、見えない。すごい凍ってる、あれすごいことになってるぞ、あっちと。その前に辺は落ちてないか。風の次は暑さ、そしてこの寒さ。天の異変がポポロクロイスを襲っています。王様に言われて自然を見張ってはいるのですが、一体どうしたことなのか。君何者だい。もう喋ってくんなくなっちゃった。登ろう登ろう。目の回る。すごい長い。せやせやせや。かわいいな。おお、大丈夫か。もう落ちてないかな。ここは寒そうだからないか。びっくりした。なんか首吊りのあれに見える。怖い怖い。へえ、ブルブルブル。もう下に降りようと思ったのに、寒くて足がかじかんで動くことができないんです。寒そうだもんな。寒い。せめて間違って下に落ちないようにしなくっちゃ。お前、やばい。でも景色が超寒そう。さてさて、これで城下町全部見たかな？うん。と思うので、続いてお城の中も見に行きます。